加藤製造です。とうとうその日がやってきてしまった。地球が終わるのである。どういう終わり方をするか、ずっと以前から学者がいろいろなことを言っていた。だがどんな終わり方をしようと、もう問題ではなくなってしまった。終われば明日はないのだ。で、最後の日をどう過ごすか、それもいろいろと議論された。あと2日で地球は終わります。この2日間あなたはどうお過ごしになりますか。そんな馬鹿げた質問をする奴がいた。どう過ごそうと、2日しかなければもう人のことなど構わなくてもいいではないか。さあ、難しい問題ですね。2、3日考えさせてください。そう答える洒落た男がいた。するとその質問をした奴の方は、それじゃあ3日後にもう一度同じ質問をさせてくださいと言ったそうだ。バカボン、男が一念を貫くときはかっこよさなんぞクソくらえ、なりふり構う暇などありはせん。たとえドブの中で死んでも、なお前向きで死んでいたい。それが男だ。